血命団事件。血命団事件は、1932年、昭和7年2月から3月にかけて発生した、連続テロ、政治暗殺事件。政財界の要人が多数狙われ、井上淳之助と段拓馬が暗殺された。当時の右翼運動史の流れの中に位置づけて、言及されることが多い。日蓮宗の僧侶である、井上日将は、 茨城県大洗町の立正後国土を拠点に、近県の青年を集めて、政治運動を行っていたが、1931年、昭和6年、テロリズムによる請求な国家改造計画を企てた。期限節前後を目途としてまず民間が政治経済界の指導者を暗殺し、行動を開始すれば続いて、海軍内部の同調者がクーデター結構に踏み切り、 天皇中心主義に基づく国家革新がなるであろういうのが井上の構想であった。井上はこの構想に基づき彼の思想に共鳴する青年たちからなる暗殺組織を結成した。当初この暗殺集団には名称がなく決命団とは事件後井上を取り調べた検事により付けられた名称であった。井上日商は政党政治家財閥重鎮を呼び、 特権階級など24名を、ただしりしよくのみに没頭し国防を軽視し、国理民服を思わない、極悪人として標的に選定し、配下の暗殺団メンバーに対し、一人一冊を指令した。暗殺対象として挙げられたのは、犬飼武士、西恩寺金持、締原木十郎、若月玲次郎、段拓馬、鈴木,木三郎、井上淳之助、牧野信明など、いずれも、 聖、財界の大物ばかりであった。井上は、クーデターの実行を、西田三次、菅波三郎らを中心とする、陸軍側に提案したが拒否されたので、1932年、昭和七年一月九日、古内英二、東大七聖社の四本義孝、池袋正八郎、久喜田漬弘や、海軍の小垣吉、中村義雄、大場春を、 伊藤基城と協議した結果、2月11日の紀元節に、正解、大会の半軍的巨頭の暗殺を決行することを決定し、藤井ひとら地方の同志に伝えるため四言が派遣された。ところが、1月28日第一次上海事変が勃発したため、海軍側の参加者は前線勤務を命じられたので、1月31日に海軍の子が中村、大場、 民間のフ古内、くキタ、田中邦夫が集まって緊急会議を開き、先方は民間が担当し、一人一冊を直ちに決行し、海軍は上海出生中の同志の帰還を待って、陸軍を強引に引き込んで、クーデターを決行することを決定した。2月7日以降に決行とし、暗殺目標と担当者を以下のように決めた。1932年、 昭和7年2月9日、前、大倉大臣で民政党幹事長の井上淳之助は、選挙応援演説会で、本郷の駒本省学校を訪れた。自動車から降りて、数歩歩いたとき、暗殺団の一人である、小沼忠氏が近づいてくところから、小型モーゼル拳銃を取り出し、井上に5発の弾を打ち込んだ。井上は、浜口裕子を内閣で増将を務めていた時。 金海金を断行した結果、かえって世界恐慌に巻き込まれて、日本経済は大混乱に陥った。また、予算削減を進めて、日本海軍に圧力をかけた。そのため、大事の標的とされてしまったのである。小沼はその場で、駒込書院に逮捕され、井上は病院に急送されたが絶命した。四言は、三田大長の牧野信明内大臣。 池袋忠志八郎は、静岡県沖津の西音寺金持ち、久喜田助広は、締原喜重郎、田中国は、常並武次郎、須田太郎は、徳川家里の同棲を調査していた。第一次上海事変での藤井一氏の選手を知った、井上らは、人用強化のため大川衆明を加えることを、画策し、2月21日、小賀清は大川を訪ねて説得し、 大川はしぶしぶ頷いた。また2月27日、小賀と中村義雄は西田勢を訪ね、西田の家にいた菅波三郎、安藤照造、大倉栄一に陸軍側の決起を訴えたが、良い返事は得られなかった。一方、井上は井上淳之助暗殺後に、菱沼五郎による伊藤美桜寺の殺害は困難になったと判断し、菱沼五郎には、 新たな目標として、声優会幹部で、元検事総長の鈴木喜三郎を割り当てた。岸沼は鈴木が2月27日に、川崎市宮前小学校の演説会に出ることを聞き、当日会場に行ったが、鈴木の演説は中止であった。翌日再び目標変更の指令を受け、岸沼の新目標は、三井財閥の総帥、三井合名理事長である段拓馬となった。 タクマが暗殺対象となったのは、三井財閥がドル回答期で利益を上げていたことが、異の反感を買ったとも、労働組合法の成立を先頭に立って反対した報復であるとも言われている。岸沼は3月5日、ピストルを隠し持って、東京の日本橋にある三井銀行本店、三井本館の玄関前で待ち伏せし、出勤してきたンを射殺する。岸沼もまたその場で逮捕された。 大沼と、菱沼は、警察の尋問に目秘していたが、両人が、茨城県中郡出身の同郷であることや、同年齢であることから、警察は、付近で聞き込み、間もなく2件の殺人の背後に、井上を司会とする奇怪な暗殺集団の存在が、判明した。井上は一旦は、遠山光の保護を得て、捜査の手を逃れようとも図ったが、 結局3月11日に警察に出頭し、関係者14名が一斉に逮捕された。尾沼は単純を霞ヶ浦海軍航空隊の藤井人氏、海軍中尉から入手したと自供した。裁判では、井上西章、尾沼忠氏、だ沼五郎の3名が無期懲役判決を受け、また四元ら帝大七な聖者等の他のメンバーも共同正犯として、 それぞれ実刑判決が下された。しかし、関与した海軍側関係者からは逮捕者は出なかった。四言は、後半で帝大七な聖者と新人会の対立まで遡り、学生の就職難にあると動機を明かした。小賀清と中村義雄は3月13日に、血命団の残党を集め、立花の孔三郎の愛嬌塾を決起させ、 陸軍士官候補生の一団を加え、さらに、大川周明、本間健一郎、遠山秀蔵の援助を求めた上で、再度陸軍の決起を促し、大集南テロを観光する計画を立て、本事件の数ヶ月後に五点一5事件を起こした。西田光が陸軍側を説得して、同事件への参加を阻止したことから、これを裏切り行為と見た、海軍側は暗殺を計画し、 決命団員の川崎長光を視覚に放った。事件当日、川崎は西田の自宅を訪問し単んで重傷を負わせたが暗殺には失敗する。また、事件当日、同じく団員だった大学生の奥田秀夫は三菱銀行前に手榴弾を投げ込み爆発させた。その後、1940年、昭和15年に井上、尾沼、岸沼、 四元らは、御社で出国する。井上は、否定は徹底すれば、皇帝になる、破壊は大事費、一冊多少などの言葉を残している。決命団による、テロ計画のアジトとなった、立正五国道は、現在も、なお、正規の日練習寺院、東光山五国寺として残っている。境内には、井上に師匠承認を検証する銅像や、昭和一神列詩の墓などがある。 一連のテロに恐れをなした三井財閥の池田茂明は世間の反財閥感情を減ずるために社会事業へ寄付を行う三井法恩会の設立や株式公開、定年制の導入など俗に言う財閥の転向を演出し三菱財閥などもそれに倣った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。